はい、最終パートでーす。はい、パートタイムでーす。今回の組手の相手は上地くんですね。初登場なんですけど、若手の、まあ、三島使いですね。三島結構宮城では少ない方なんですが、まあ、もうずっとシックスから、三島一筋でやってる感じ。今回はキャラクターは、和也平八。平八強いですね、今回。なんか強いキャラと弱いキャラしかいなくなったような。フジの判定。フジ強いなぁ。RK の先端借り取ってる。何が当たってるんだと。全部赤ゲージもなくなって、真鍮好き。前に出て、もう交代させないよと。入りませんよ、入りませんよ。三島と戦ってると、赤ゲージとか存在しないんだけど、本当に。くさ、後半分当てて、ギヤー。ユリフレからの浮かせ。ああ、ワニゲタ当たんないっすね。まあ、本当入るんだけど、軸だったのかな。さあ、壁攻め取ったが、壁攻め取られて、はい、上地が安全な位置に逃げる。さあ、中央に戻って。何これ両パン投げ。さあ、首をコキャッとされて、この後ろは割れるが、パタパタから。李泉空人から、おっと、いや栄翔も痛い。赤ゲージをなんとか生かしたいが、シャガパン、よし、いいぞ、これは。さあ、ブライアンがレンジ出てきて、ピクピクして。ガトリング先行から。壁割り狙ってますね、猫背さん。このさあ、ロースもらっちゃった。カウンターだったかな。ニブレ。さあ両系からドアクラ死ぬね。危ないと。まあ当たってればゲーム終わってるんで、まあない選択肢はないでしょう。アパスト今回さ、だから中上段の派生ついてるから、その一発止めがすごい生きる。前とはちょっと用途が違いますね。ジェッパ出ない。ジェッパ出ないがあるあると。かかと切り。スイーパー多めでやっぱり封陣を食らいたくないっていうような感じかな。体力リードはやや猫背さんですかね。ああ、ちょっとここでレースに入って生交代通して、その生交代からシャガパンをこするって。そうですね、封陣対策でちゃんとシャガパンで交代後は暴れるっていう。カズヤとかはかなり借りにくいですね。そして殺し切ると平八が全然体力減ってないけど、猫背さんはやっぱなんか細かいところでタック意識してる感じはありますね。こうやってるだけありますよ、ね。さあ、しっかり使うジェッパー。これは、割りに行くのかな？あ、割れないね。割れない。3LP の2段目が割りだから。ああ、はいはい。で、あ、アサルト中は割れねえのか。さすがに。おぉ、早いな。やってますね。スカ角。反応遅い組の我々はちょっとこう。さあ、キリンフ狙う。もう見て棒立ちしますよ。ああ、使った、PK だ、つって。なんだこれ。さあ、劣化逆のミスかな、多分。さあ、壁のワンチャン生かしたいが、逃げられて、ドットの平八がなぜ出てきた？なぜ出てきた？回復したいんや。え、どういうこと？あ、回復れない？だから一度。ちょっとこれは判断ミスと言わざるを得ない。あ、ストコンパラして。強気？アパスト？二発目食らえるのか、食らっちゃうね。二発目だけ食らえる。二発目食らえる。年賀じゃないんだね。そこは、ダック投げ。さあ、安全に交代して。おお、最終段でやる変わってんのか、今。なんか違いますね。前はカウンターでジェッパ角だったんですけど、さすがに修正されたか。キックオフで安全に交代。この位置はきついぞ。もうクラッシュ強要ですよね。クラッシュして、あそこまで生交代ありだと思うよ。一発食らえば逃げれるし。そこも決めて、受け身を取るとやばかったが、タックル食らっちゃう。最後は中段の重ねと。さらに小根さんが完全にタックの動きをして、そうね、分からせてる感じ。やっぱこのタック分かってるかどうかが勝負の分かれ目です。あれ、これは最後は、ディリリーさんですね。宮城古参勢の一人です。強いです。おそらく無印タックの、まあ、鉄拳3ぐらいからやってるのかな。話でしか聞いたことないですけど、はい。レジェンド勢ですね。タック全くやってないただの運送業のおじさんなんですけど、めちゃくちゃです。もうシステムあんまり使ってないんですけど強いです。もうとてもなんかそういう年には見えない反応の良さ。あれもね、もうアラフォもう反応と駒手くんが素晴らしいですね。もう、うん、そこがジェッパもらっちゃってからの、あんなことできる、あんなことができるんですね。さあ、プレッシャーかけて。さあ、おじさんはネタ殺しに限ると言わんばかりの、おお、タク投げ使える。タク投げ前からあるんで。あ、そうなの。前からありますよ。前からあるんだ。前からありますよ。タックワンの、なんつうの、やり方わかんないからさ。あ、これ死ぬ？死んじゃった。あ、ちょっと交代を渋った結果がこれで。さ
さかさ一本は取ったの DDD さんの風邪をひかって狙ってる、ね、狙ってるアパスト一発止めに財布狙ってるこの人、ほんとスカムが早いんですね。でさあ藤も当たんのかよまずあれで、ね、七クライジン陣列役で5割減ってさあ危険系をねじ込んでいくスタイル、ザニアが立っちゃった読み合っていく、交代したい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 、7区ダウンして厳しい、このね古い人たち交代狩りがすごい上手いから下手に交代すると速攻封じにかられますしっかりしゃがんでいく、ああはいはい、はい、ミスって、そして多分ザフィーナ1個も技知らないんじゃないですか DDD さん、あ減る、さあここはレイジを切れたが、切れたが半分取っておき攻め、はあ、アサルト使わず5割いく、やっぱレイジあるときはね、うん、あの1人でコンボ完走した方がいいかもしれないですね。そこはレビアタンからの、これはアサルト使わない、ちょっとミスって、ちょっと体力低いけど大丈夫大丈夫、交代してさ下がって交代、く猫背さんの選択がちょっと、さあどうするか、時間が残り少なくなってきて風神置いてある、ナラクライジンがスカルジンライダーキックまでいかないか、え、あれはまさか財布狙ってるんですか、狙ってるかな、マイナス13なんで一応14かな、4っすか、あ、14、さあここはギリギリアサルト分入って猫さんが取り返す形、キエンキエン勝手しますね、イクトに入んのかよ、どうなってる、いやうまいな、イクトにその場財布入ってますよ、大丈夫ですか、どんだけでかいんですか、判定伸びたんですかね、なんか強化なんですか、一応攻撃判定でしょうね、あんなことないからねリフトも相当距離離れる部類だと思ってるんだけど、そこは7区旋風からのパタパタと旋風陣で締めて財布財布置き攻めで財布使ってまた財布落ちに行くっていう、あー8割減らして、さあ交代して交代すると終わるぞ、さあ山捨てが早いが、さあこの位置取りちょっと早く交代してみようよという形だったが、うーちょっと、あー今交代コーナーやったのかな下手するとコンボ中の、あーなるほどね、あー青雷陣、青雷あの立ち回りで使える技ですね今回は、あそうなんですかさあ、そういえば、和也平八だとなんか、タックコンボみたいな、なんつうか、あの、グレートグレート。浮いたーキエフ確かに、キエフからコンボ。まあ、別になんか見てると珍しくも、そうすか、なんか息を吐くようにキエフしてますけど、息吐くようにキエフやる人ってやりすぎなんですよ、ちょっと。キエフやる人多いんでね、身近に。僕らの場合は。そんなに珍しくも。いやー、辛い。さあ、入れ込んじゃった。ラショーモンからコンボが。さあ、和也がレイジで出てきて、あれ置いていくスタイル、フラケンさん吹っ飛ばして、吹っ飛ばしてこれはどうするんだ、まあ、熱波イージーですよね、あー知らないぞ知らないぞ、さあ交代コステラーレビアタンで狩られてチュンチュンチュンと、ブライアンのタックを失敗技って何なんですか、ブライアンはジェッパ、違うなんだっけ、あまあいい、忘れた忘れた使ったことで触ってないんですよブライアン全然申し訳ないですけど、なんかネオデさんなんで縄を打ってんですか、ライトニング、エール。ライトニング。さ、ストマックを、え、何何、なんかいろいろ噛み合って。え、ちょっとよくわかんないんだけど、ちょっと。このゲームの、よくわかんない。判定の作り込みなんて何なんでしょうかって言った感じで。さ、あー、フラヒが噛み合って、いいゲームでした。さ、猫背組って全勝かなこれは。あー。まあ、他にも試合はあったんでしょうか。え、なんすかこれ、猫背戦プロモーションムービーなんですかこれ。ということで、今回の大会は以上になりますね。はい、また来月、来年かな、来年も。良いお年を良いお年を大会もあると思いますので。グッドイヤー。はい、その際もよろしく。あ、お願いします。次もあるのあるんでしょうかね、本当次も。まあ、ということで。はい、じゃあお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。